はい、それではテクテクリブレオフィス始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。と今回はですね、ページの変わり際をですね、美しく決めるというテーマでちょっと機能をですね、ご紹介していきたいと思います。はい、はい。でライターでもってこう、ドキュメントを作ってる時ですね、文章が増えてくるとですね、最終的には次のページに、文章が届くわけなんですけども、でよく見かけるのがですね、このページ右側がちゃんとしてないというか、きちんとした処理ができてなかったりとかですね、またはもっときれいに作れるところがちょっと機能がちゃんと使えてないというふうなケースっていうのが見えるということで、例えばですね、こちらの最後の段落というのは、次のページからスタートしたいですよと、こんな場合ですね。で、よくあるのが、ここにですね開業をどんどん入れてしまうと、もうどんどん入れてしまって、で、目当ての文章が次のページに行ったので、これでよしとしてしまうパターンですね。結構見かけると思うんですけど、どうですか？よくありますね。ありますよね。で、これが何が良くないかというとですね、一旦ページの頭に行ったんで、これはいいでしょうと。ところがドキュメントというのは何かしらこう手が加えられていくものなので、例えばここにですね、文章をこのように追加しましたよっていうことがあると、この開業で、送られた次のページというのがずれてしまうわけなんですね。じゃあ仕方ないのでここまた手で、詰めるといった調整を延々とドキュメントを直すたびに続けていくというふうな非効率的な、パターンというのはありますと。で、これがですね、本来使うべき機能というものが、ありまして、で改めて、この最後の文章を次のページからスタートしたいという場合ですね、挿入の開ページね、ここから選択で入力してもいいですね。あとはコントロールキーを押しながらエンターキーでも入力することができますと、入れてみますね。そうするとこのように目当ての文章が次のページからスタートという形になります。で、先ほどと違うのは、この前のページの最後の部分に開業は特に入ってないということなんですね。そうですね。はい。この青いやつが開業ですね。そうです。この青いマークが開業を示しています。これは、この記号を出したいときには、表示の、書式設定記号というのがありますので、これもチェックを入れると、この、マークが表示されます。結構鬱陶しいっていうんで表示しない人が多いんですけど、これがあるとないとではドキュメントの状態の視認性がですね全然違うので、ぜひオンにしてみていただきたいです。で、これで、例えばここにですね、文章を追加しますよと、例えばここに文章を追加をしても、この次のページというのは動かなくて、ここが詰まっていくわけですね。このページの中で基本的には完結していくと。開ページを挿入した次のページについては、影響を及ぼさないわけですね。で、とは言っても、ここからさらに文章を追加していくと、最後にはこのようにこの前のページ自体が送られてくるんですが、そうするとですね、やはり開ページ後のページというのは、
次のページから改めてスタートするという形で書式が調整されるわけなんですね。という、まあ、知ってる人にはものすごく常識なんですが、まずこの、開業という機能がありますよというのがまず1点です。開ページですね。開ページという機能がありますので、はい、これはぜひ、超基本ということでまず覚えておいていただきたいと。これが1点ですね。で、次に紹介したいのはですね、これもやはり開ページをどう挿入するかという手法の一つなんですが、見出しという機能があります。で、これもまあ、使っている人いない人結構あるので、簡単に説明しておくと、ページ全体をですね、章立てで構成していくときに、一番大きい章、次の章、次の章というふうに、階層構造を構成しますよといったときに、この、例えば2番目に大きい見出しをここに挿入しますよと。こいつも、見出し2ですよ。で、見出し2の下には、見出しの、3があるんですよと。このような、大きい見出し、小さい見出し、そのまた下の見出しというふうなですね、構成で、見出しを入れて文章全体をこう構成を入れていくというのがあるんですけども、で、例えばですね、この今見出し2から入れましたけども、一番大きな、区切りとして見出しの1というものがありますと。で、この見出し1があったときに、これ一番大きい見出しなので、例えばですね、この見出しは必ず、それまでの文章から一旦ですね、それまでの文章から、普通に作ると文章の次にこう見出し1というふうになるんですが、この見出し1は必ず新しいページから、スタートしたいと、そういうふうな構成にしたい場合に、またこうやって改行を入れたりとかですね、手で改ページを入れたりということもできるんですが、そうすると見出し1を手で、1つ設定するたびに自分がまたここで改ページを入れるという作業が必要になってしまうわけなんですね。で、このままでは手間なので、この見出し1を設定したときに、この見出し1が自動的にですね、改行を挿入するというふうな設定をできると、これは手間がかからないですよねというところがありまして、で、その設定方法です。段落のですね、このスタイル、段落スタイルの編集で開いて、体裁という部分ですね、ここに挿入というメニューがあります。これと有効にしまして、で、そうするとですね、ここに何を挿入するのかというのを設定することができるんですが、で、ここでページというものが選択された状態で、さらに前というのが選択された状態などを確認して、で、ここで OK を入れますと。そうすると、この見出し1がですね、前の内容から一旦改ページが入って、ページの先頭からスタートしました、こんな体裁にできるんですね。ですので、一度このスタイルを設定するとですね、以降例えば、この部分に見出しの位置を例えば設定をした場合に、自動的にさっきと同じように改ページが、挿入されるという形で、見出し位置を入れると、これがすなわち改ページを行うというふうな書式設定を行うことができるわけなんですね。かなり便利ですね。そうですね。大きい文章でになるたびに、そのさっきの言ったような
手でいちいち回ページを入れているとかなり手間なんですが、スタイルを使うとですね、このように、いちいち手を動かさなくても自動的に回ページを入れるということができるわけなんですね。で、これ今はページを前に入れるってやりましたけども、後に入れるという設定もあります。ここをですね、後に切り替えるだけなんですが、で、これで OK にすると、ちょっと体裁変わりましたね。見出し1の後に必ず回ページが入ると。うん。で、ここも同じですね。見出し1の後に必ず回ページが入ると。まあ、こういう形でですね、見出しの、まあ、ドキュメントの定裁をですね、うん、設定をしていくことができますよと。なるほど。はい。これなかなか気がつかない場所にあります、ね、そうなんですね。なかなかライターの書式設定は奥が深くてですね、はい、はい、ちょっと使ったことなかったですね。そうですか。あれなんです、この見出しがですね10も20も入るようなドキュメントになってくると、この辺のテクを知ってるかどうかが、ね、だいぶ違うんですね。そうですね。なんか昔、もしかしたら何かで読んだことあったかもしれないですけど、はいはい、全く記憶からなかったので、はい。全然、あれこんなとこにあったんだ、みたいな感じ。はいはいはい。まあこれもなかなか便利ですね、と、うん。で、最後にもう一つご紹介したいのはですね、こんなケースですね。まあ文章が、まあどんどん、伸びていってですね、で、ページ変わり際に、行きましたよという時に、あれですね、ここで、まあ、もうちょっと追加しますが、ドンと、ちょっと今分かりましたかね、ここで、まあ、1行追加しますね。そうするとある程度いったところでここに2行出てきましたね。ちょっと説明が難しいんですが、はい、これは追い出されたみたいな感じですか。あ、そうですね。で、ちょっと一旦ですね説明用に、書式を変更しますが、で、通常ですね、まあ、1行ずつ送っていくと、この最後の行ですね、これで1行だけ入れたときに、うん、まあ、1行だけ次のページに行くと。はいはい、これが普通ですよ、ね、なんかこう、機械的に考えればこれが普通の挙動ですよね。ただ、じゃあこのページだけを見たときに、一行だけってなんかちょっと気持ち悪さを感じないですかね。うん、僕はまあ気にしないですけど、気にする人もいますよ。はいはい。まあ、せめてこう2行ぐらいで、はこっちにこうまとめてしまわないと、一行だけだとこう間抜けというか寂しいというかですね、うん、そんな、まあ、感覚というのがちょっとあるんですね。うん、で、または、こちらの先頭の方なんですけども、まあ、会員を入れていったときに、やはりですね、最後に1行だけ残ってしまうと。で、これもやっぱり寂しいというか、間抜けな感じというのがちょっと、出てきてしまう部分ですね。で、じゃあどうしたらいいのかというと、やっぱりここに最低2行は残したいよねとか、または、こちら行末も、まあ、2行ぐらいは次のページにまとめて送っておきたいよね、というふうな、ニーズというのは実は、文章の構成上あるんですね、うん。といった時に出てくるのがここの設定なんですが、回ページ前の行数、回ページ後の行数という部分でね。で、これを有効にしておくとですね、あ、もう影響出てますが、さっき1行だったところが、2行になってますよね。うん、
ちょっと、動きで見せましょう。はい。あ、どうぞ。1行になった瞬間に、まあ、2行にするっていうことですね。そういうことですね。送っていって、で、もう一度送ると、まあ、1行だけになるはずが、2行をまとめて送ってくれますと。うん。なので、1行だけの寂しさがないですね、というですね。うん。まあ、こういう機能なんですね。で、さらに送っていくと、ここで1行になってしまうはずが、2行をまとめて次のページに送られるというですね。確かに。こうですね。こう、まあ、この設定によってですね、この寂しさというか、間抜けさというかですね、そういう雰囲気のあるドキュメントというものを、防止することができるというですね。まあ、そんな機能なんですね。で、まあ、あの、どういう体裁にするかにもよるんですけども、これ2行という部分を、もっと大きい数字にもできますので、そんなでかくするんですか？まあ、誰がこういうニーズがあるかは分かりませんが、まあ、5行ごとドンと、はい、というですね、あの、賑やかさを保ったまま文章を構成できるというですね。まあ、こんな機能ですね。はい。ということでですね、まあ、とりあえず今日ご紹介する機能は、この3つなんですけども、いかがですか、猪木さん。そうですね、このあたりは、あの、なんか手でやろうとしてる人って結構多いと思うので、そうですね、はいはい。そういう時はこれを使えると便利だなっていう。思いますね。はいはい。まあ、まあ、1枚2枚程度のドキュメントを作る分にはあのそれほど影響はないんですが、10ページ20ページというふうな大型のドキュメントを作ろうとした時にはこのあたりのですね、設定を知ってるか知ってないかで効率が大きく変わってくるかなと、はい、そうですね、はい、と思いますので、ぜひこのですね、開ページ際のテクニックというものをですね身につけていただければと思います。はい、はい、といったところで今回のテクテクリブレオフィスは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。